どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も映画レビューをしながらデッドバイダイライトプレイしていきましょう。はい、映画レビュー多め、実況はほとんどしないと思います。はい、皆さん見てください。これね、やっと手に入れましたよ。メインちゃんのチャイナドレス、ほらめちゃくちゃセクシーでしょ。スリットからね見えるこの生足がたまりませんな。はい、というわけでね、今日も新作映画をレビューしていきたいと思います。今日レビューする映画はザ・スリープカース。いや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 、僕言いましたよね、この前の動画激ヤバトラウマ映画ベスト3で絶対に見てはいけないって言いましたよね。それが香港人肉饅頭こと8000飯店の人肉饅頭。こんな映画のブルーレイなんかを持ってるやつとはマジで縁を切った方がいいです。もう絶対まともじゃないからね。ぶっちゃけ人手なしですよ、人手なし。まあ、正直に言えば僕も思ってますよ、まあ、10回くらいしか鑑賞してないんだけど、だけどそんな自分が嫌で嫌で真人間に生まれ変わろうと YouTuber を始めたわけです。でこの人肉饅頭なんですが、監督はハーマン・ヤウ。去年の僕の映画ベスト10で4位にランクインしたショックウェーブ爆弾処理班を手掛けていました。これも相当に頭のおかしい映画だったんですけど、今回はついに人肉饅頭の主演アンソニー・ウォンとタッグを組んで人肉饅頭の夢を再びと言わんばかりのホラー映画を引っ提げてやってきたわけですよ。本作は未体験ゾーンの映画たち2019という世界各国のさまざまなジャンルから選出された、本来なら劇場未公開でスルーされる作品をセレクトして一挙上映するという企画で毎年開催されているんですけど、上映期間は1週間限定で1日1回だけの上映なんですね。週替わりでいろんな映画が上映されるんだけど、扱っている劇場は東京のヒューマントラストシネマ渋谷と大阪のシネルーブル梅田の2館だけなんですよね。だけど青山シアターという映画配信サイトでほぼ同時期に有料配信されているので、劇場に行かなくてもインターネットさえつなげられれば鑑賞することができます。鑑賞料金は映画館並みの1200円なんですけど、まあ交通費とか考えたらね安いですし、まあ東京大阪以外の地方の人はねこれで見るしか、まあ見る術はないわけなんですけど、まあもっともね少し待てば DVD 化されるんですけどね。だけどあれかな、ツタヤとか使ってくれるのかな。でこの未体験ゾーンの映画たちっていう企画ね、僕も2年くらい前から何本か見てますけど、まあぶっちゃけ本来なら劇場未公開作品というだけあって10本見て1本面白いのがあればいいかなってくらいのねクオリティです。まあほとんどの作品はもし評価額をつけるとすればね、まあそうだな、400円から700円ぐらいに収まっちゃうんじゃないかな。どれもこれも極めて微妙と言わざるを得ないです。なので劇場にわざわざ足を運んでくるお客さんは相当の好き者だと思いますよ。で今回のスリープカースなんだけど、見たのは2月7日で、まあ、この日がね上映最終日だったんですよ。でも早い段階から席が埋まっていて、お昼過ぎにはね、お昼過ぎぐらいにチケットを取った時にはもう残り3席だったんですね。これ上映はね夜の、7時過ぎだったんですけど、それでもお昼に取り行った時はもう3席、それから間もなく満席になりましたからね。お前ら本当に人肉饅頭大好きなんだな。どう考えたって人肉饅頭コンビ目的で見に来てるお客さんたちでしょ。人肉饅頭の夢をもう一度ですか。まあ人手なしが一箇所にこんなにたくさん集まることってないですよ。あ、見つかった。逃げろ逃げろ逃げろ。さあとりあえずちょっと逃げたいですね。灯籠をね今所持しているので、なんとか灯籠を持って脱出したいところなんだけど、お、うまく負けたか。いやでも血痕があんの、血痕が残ってるからね。それにこのピグちゃん全身血まみれ、うわー、逆トラバサミつくられちゃった。
放置ですか。ナイス修理、あと3台。はい、とりあえずね、今からつられに行ってまいりますけども、チャイナドレスのミンちゃん、お、見えそう、今一瞬見えそうでしたね。さあ、このね、ちょっとこう、お、見て、いい感じ、エロいね。あ、このね、あ、見えそう、あ、見えないね、う、見えそう、いや、見えないですね。単なるエロ親父だな、俺。で、このザ・スリープカースという映画なんですけど、もちろん香港映画ですよ。人肉饅頭の衝撃から21年、香港映画界最強の2人といえば、もう何度も言ってるけど、ハマン・ヤウ監督に主演のアンソニー・ウォンのこのコンビ。頭のおかしい殺人鬼を演じればもう世界一どころか銀河系一だと思います、アンソニー・ウォン。サンキュー。さあ、これどっちが、僕がターゲットだろうな。お、見逃してくれた、ロッキー。おじいちゃんがターゲットになったのね。もうね、アンソニー・ウォンといえばね、レクター博士を演じたアンソニー・ポプキンスですら軽く凌駕しているサイコパスおじさん。今回そんなアンソニーおじさんが演じるのは著名な医学部教授のドクター・ラム。彼は人間の睡眠を専攻していて、その中でも特に不眠症について研究しているんですね。そんなある日、元フィアンセだったモニークが助けを求めにやってくるんですよ。くそー。彼女の家族は不眠症を患っていて、どうもそれは遺伝性のものらしいんだけど、それがね、ただの不眠症じゃないのね。全く眠れなくなるどころか、凶暴になって人肉を食べるようになるという、もうなんでやねんとね、突っ込みたくなるような病気なんですよ。その謎を探るためにドクター・ラムは実験を始めるんだけど、その真相は戦時中だったドクター・ラムの幼少期、そして彼の父親に大きく関わっていたみたいなね、そんなストーリーになっております。今回はアンソニー・ウォンがドクター・ラムと戦時中のラムの父親役のね、二役を演じてるんですよ。そしてやっぱりハーマン・ヤウ監督、分かってますよね、分かってる。人肉饅頭ファンの求めていることがね、ちゃんと分かってる。狂気はもちろん中華包丁。もう人肉饅頭といえばね、やっぱり中華包丁じゃないとね。アンソニー・ウォンのおっさんが目を向きながら中華包丁で人肉をバッサバッサと切り落としていくシーンはファンにとってはね、ああもうたまらないたまらない。あの言っとくけどね、僕は大嫌いですよ、こんな映画。今回は渋谷にたまたま用事があって、たまたま時間が空いたから、しょうがなくね、鑑賞しただけなんですよ、信じてください。で、そのアンソニー・ウォン、途中中華包丁で男性の股間の一物を切り取ってね、それを相手の口の中に突っ込むシーンがあるんですけどね、これがね、ぼかし入りなんですよ。わかるけどさ、ここはちゃんと見せてくれないと。ねえ、そうでしょう。このシーンはちょっとしらけちゃいましたね。別にいいじゃんと思うんだけど、日本人ってのはあれですかね、一物はどうしても見せたくない民族なんですかね。まあ、ぼかしが入ってる映像は、とてもシュールで、それはそれでね、面白かったんですけどね。さあ、ゲームはもう中盤に差し掛かっているかな。でもまだね、発電機残り3台ありますからね。怖い怖い。来るかな。ああ、離れてった。オッケーオッケーオッケー。で、もう少し詳しいレビューをする前に、いつも通り映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画、ザ・スリープカース。評価額はズバリ300円です。ゴミ。いやー、皆さん存外な低評価でしょう。ハーマン・ヤウ作品が目指すのは1500円とか1700円じゃないんですよ。100円未満の Z 級でしょう。人肉饅頭はまさに Z 級逆金字塔でした。しかしこの映画はそこを狙ってはいるんだろうけど、やはりね、人肉饅頭には遠く遠く遠く及ばない。
最も Z 級という称号は狙って出せるものではないんですけどね。天然ですから。不眠症の原因を探っていたら、どういうわけか日本に占領された香港に遡っていって、そこからドクター・アラムは子供で、で彼のお父さんが主人公として描かれていくんですよ。お父さん役もアンソニー・ウォンがね演じて、まあ一人二役なんですけども、とりあえずね、もうそこで描かれる日本の兵士がひどいんですよ。現地の住民をこれでもかこれでもかと虐げるんですね。特に女性は無理やり連れ出されて、こう慰安婦として奉仕させられるんですね。おい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 、ここに来てまさかの反日映画になっちゃいましたよ。このね、女性たちを虐げるシーンがね、やったらと長いのね。この映画てっきり現代劇だと思っていたんですけど、半分近くは戦時中の物語でした。半日でグロ満載の映画なのに日本公開に踏み切ったのは立派ですね。ただね、これも黒い太陽731のようにあまりやりすぎちゃって、半日なんてどうでもよくなっちゃってるんですよ。まさか不眠症の元凶が慰安婦問題にあったなんてね、いくらなんでもこじつけがねすごすぎる。まあ面白いので許しますけどね。まあ結局ね、見終わってみると人肉まんじゅうを期待している僕以外のお客さんからすればかなり物足りないんじゃないですかね。グロもそれなりにグロいけど、まあ今となってはね平均的だし、なんといっても人肉まんじゅうで僕たちを震撼させた人間としての一線を踏み越えてしまう演出や、あとね、あの独特の異様さをまとったアンソニー・ウォンのギラギラした凄みがまるでなかったことが残念無念でした。肝心なものがないとね、この映画ね結局ゴミにしかならないんですよ、この手の映画はね。動画の概要欄に過去のレビュー動画のリンクを貼り付けておきますので、そちらもよろしかったらチェックしてみてください。映画はあいうえお順にタイトルが並んでいるので見つけやすいと思います。皆さんの気になる映画の評価額は一体いくらなんでしょうか。そして当チャンネルでは今回のように新作映画をなるべく早い段階でレビューして、皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。オーバー。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。